口臭い人ってよく水飲むらしいよ。違うよ。いきます、せーの。嘘だけどね。誰お前、せーの。うるさい。もううるさいな。せーの、下町上町中町でーす。始まりましたー。てことで今日は何ですか。今日は明日オフということでですね、はい、12月中、はい、とても多忙でしたね、はい、すごく多忙だったので、うん、久しぶりに1日まるまるオフです、うん、もう本当にあやの個人撮影も入ってないってことだよね、うんうん、入ってない。もう完全なオフを明日過ごそうと思ってるんですけど、はい、することはもう決まってます。いやでも久々にオフだから、うん、ゆっくりしたいなって、うん、ゆっくりしたいけど自分にもご褒美が欲しい、うん、はいはいはい、はい、あんまお金とかもね使ってなかったよね。全然使ってないね。だって遊んでないんだもん。遊んでないし使ってないから。なんか物買った？12月ほとんど買ってない。マジで。あ、そうね。毎日自炊じゃん。うん、だしクリスマスプレゼントも、うん、あ、自分に買ったわクリスマスプレゼント。え、なんかいろいろなんかグッチのあのお皿とか買ってるよ。買ってる、50万くらい買ってるよ。でもそれ企画だから。まあ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 、プライベートではマジで使ってない。うん、なんかまた旅館とかそういうのにお金かけたいって感じなの？え、そうだから高級なホテルとか、はい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 、泊まりに行きたいかも。あ、いいね。え、それ高級なホテルとかってさ、いつもどうやって調べてんの？え、都内高級ホテル。うわ、超簡単だった。超簡単、超簡単だ。で、ちょっと、うん、ゆっくりしたいなと。なんか俺1月中にさ、あやの行ってるようなさ、うん、高級旅館行きたいんだけど。あ、いいじゃん。俺招待したよっか。何招待って。え、待って、招待って何？え、おごり？あやのおごりなの？マジ嬉しいんだけど。あやのバッグ。バッグ？いや、キャッチみたいな感じ。どうでしょうかみたいな。紹介すればあやにお金入ってくれる。何パーセント入るの？15万円ぐらいじゃん。うん、75%、はい、75%。 お前経営者やん、その旅館の。めっちゃ入ってくる。もっとやれよ、いろんな人に。インフルエンサーに 75% 入ってくる。え、でも旅館とか行くときってさ、うん、でも女の子で行くと正直さ、うん、暇でしょ多分。何をしてんの1日。え、暇じゃないのよそれが。え、だってお風呂入る、ご飯、うん、あとまあちょっとイチャイチャ、うん、含めても1日足りすぎない？え、何すんのマジで。え、だからまあ旅館着いたらとりあえずルームツアーで、うん、あー、まあ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 、駆け回っていろんなことして、うんうん、で夜ご飯までゆっくりちょっと座って、ゆっくり座ってってその時間俺むずいのよ。ダラダラ過ごすのがもったいないと思っちゃうの。じゃこの家でダラダラだと思ったもったいないと思うよ、そりゃ、うんうん、でも映画とか見れば大丈夫なんだけど、うん、大丈夫大丈夫、いいんだけど、元取れるか。そうそう、元取れるんだけど、うん、違う環境でダラダラするのがいいのよ。まあまあまあ、それはそうか。そう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 、まあそうだね。それでまあ掃除とかもしなくていいから汚しっぱなしでいいし、そう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 、食べっぱなしでいいし、うん、何でも全部やってくれるの。対応が超いいから、うん、何でもってどこまで。え、だからちょっとお腹すきましたって言ったら、うん、おにぎり作ってくれるとか。え、マジで。そう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 、それすごいわ。そうとかもう、うん、お嬢様状態。うんうん、だから何か欲しいものあったら、うん、買ってきてくれたじゃん。え、例えばさ、もう俺今タバコ吸ってないけどさ、うん、ちょっとタバコなくなっちゃったんですけど、あ、タバコとか持ってきてくれる。やばいね、それ。そう、すべてを叶えてくれるの。あとは時間外なのに、うん、ちょっとお腹空いちゃってって言ったら、うん、余ってる食材でご飯作ってくれたりとか。それやばくない？え、それやばいね。だからもう本当にお腹空いてんですって言ったら、うん、分かりましたみたいな。もう今余ってる食材で全部作ってきます、うん、え、だから酒飲んで夜食みたいな。そう、全部出てくるの。こうやって、うん、ハンバーガーとか作ってくれて。え、じゃあさ、お酒飲んでさ、ちょっとお酒のあてが欲しいんですけどって言ったら、うん、あ、持ってきてくれる。めっちゃいいね、うん、ちなみにそこの一泊の料金は、え、いくらだったっけな。え、でも20万とかじゃない？高っ、うん、1泊20万、高っ。やばいよね。いや、俺1泊20万なんか泊まっちゃったら、うん、ずっと電話してるわ、羊と。今何してんの？常に要求するから。ちょっと膝かゆいんだけど。ちょっと背中かゆいんだけど、来てもらえる？みたいな。もう20万払ったね。元取りに行くかもしんないわ。うん、今回はそういうホテルにちょっと泊まろうかな。はい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 。めっちゃいいな、それもそれで。だから、たまに非現実的な生活するのが、うん、まあ夢の国だね。そうそう、夢の国、はいはいはい、マジで。まあそれはいい休日の過ごし方。うんうん、もうぜひちょっとルームツアーとかしてほしい。ああ、オッケーするわ。オッケーするする。マジで。こと細かくね。で、羊とかに頼むときも風景撮っといて。わかった。わかった。うん、いいね。え、順平は何すんの？俺は、まあ、とりあえず飲みには行くね。なあ、誰かと誘って、うん、てか、俺は、うん、明日オフだから、うんうん、今日の夜まず飲み行く。あー、はい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 、今日の夜絶対誰かと飲み行くから、うん、そこでちょっとまあ回すメンバーじゃないかもしれないけど、うんうん、インフルエンサーじゃないかもしれないけど、うん、まあとりあえず飲み行きます、はいはい、で、朝は、うん、もう起きません。朝起きない。うん、いつも朝起きなきゃいけないから酒飲み行ってないから。うん、だからまず起きない。起きない。で、昼起きたら、うん、ちょっといいとこのランチ行く、絶対。おー、絶対もう昼活する。うん、昼活で。行っていいよ、全部そんな。うん、お楽しみじゃないの。
あ、本当に全部嘘です。おっそ。今のマジ全部嘘。全部分かったわ。てか、お前何するのって聞くな、じゃん。しかも、あやも全部言ったぞ、もう。でも、ホテルだけじゃん。あ、まあね。まあ、まあ、いっか。うん。まあ、まあ、いっちゃでも、そこ以外は決まってない。昼、美味しいご飯食べて、今日の夜はもう爆飲みする、朝まで。それの予定、俺は。うわ、じゃあ、決めてくんだ。はい。てか、もしかしたら明日の朝は女の子いるかもしれない。キモ。おはようございます。そうやって、ほら、ほんとにおはようございます。ライオン撫でてるライオン撫でてる王みたいな。おはようございます。と思ったらベアだったりはい、ということで、はい、こんな感じで、はい、まあ僕たちの数少ないオフを、これからちょっとまあ動画回しだからオフっぽくなくなっちゃうんだけど、うん、まあオフです。はい、オフに行っていこうと思います。はい、それではやっていきょん、仲間ち兄弟。はぁ、なんかランチ行くみたいなこと言ってたじゃないですか。起きたら3時でした。ランチ行けませんでした。ガチ落ち込んでるんですけど、まあとりあえずマヤに怒られないようにこれから撮れ高作っていこうと思います。トリビア。はい、ということでですね、ちょっと朝起きれなかったということでランチには行けませんでしたと。でもこれからね、ちょっとほら、地元のこの人が来たんですよ。このレッドグリーンマンみたいな、この子と一緒にまずこれから焼肉に行きます。はい、ということで焼肉焼きました。あ、そう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 。ベロがもうマジベロ見て、ほらベロベロベロ、めっちゃベロ、怖くない？ほら人のかな、これ。ベロベロベロクリトリス、ベロベロ、ここにクリトリスがあったら、ベロ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 、行かないで、まだ行かないで、まだ行かないで。誰が喋ってるの？ベロの持ち主なのか、ベロ自身が喋ってるのか分かんないよね。なんかいいね、うまそうじゃない？すごく、めっちゃフォーメーション、なんかうまそうじゃない？景色が。そしてこのインサートを上に上げると、どんな彼の表情が見れるのか。でも川のチームはそっちでしょ。これフォワードで2枚後ろに、うん、でも俺はこの右サイドバックと左サイドバックがこう上に上がることによって追い込むのよ、うん、このこっちのラインしかないじゃん。横には逃げれない、ね、で縦に行ったところをこのセンターバックやる。いや、これ縦切ってるからもうサイドこうやったらもういいいやまずここにボールがあるわけです。でもそういうことね。あ、これはもう落として裏、落として裏じゃん、うん、でも裏走れないんで、もうこいつはブロックしちゃってるから、これが一番最善だから。あ、うん、でこいつに釣られるもん、こいつはマジ。いや、釣られても、うん、ほらほら、ここに釣られて、火がつくような。ほらほら、だん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 負けていってんじゃん。いや、まあ、ね、ほらいいの、ね、いいの、これ裏返すから今、ほらほらほら、あ、俺そっちのチームが、そっちのチームが作戦失敗に負けてるわ、完全に。ほら、完全にこんなにね、こ俺の方はまだ、俺の方、ほら、優雅に、優雅すぎて、この画角いいわ。こいつは面倒見なきゃいけない、これまずいな、これアブラヒモビッチがいる、スウェーデン代表の、うん、アブラヒモビッチがすごい、あー、ばハーフタイム入ろう、ハーフタイム。あ、もう、やっすぎだわ。しかもさっきのベンチのやつら食べるの忘れてたんだけど、まずいわ、こいつ冷え切ってる、完全にアップさせてたのに。俺のチームは2対0で勝ってるから、そっちに、まだ2対0、全然1、まだ余裕あるんだけど、1点ぐらいだよね、もう与えたら。いや、違うよ、1点ぐらいって思っちゃってる時点でもう危機管理能力が低いね、うん、だって俺がまだ最後1枚残した。でもみんなもうベンチ行っちゃったから、そこで1点取ってるから、ルール知ってないの、見たない一番フィールドに残ったやつがやっぱり最後得点決めてくるからね。そんなわけないよ、そしたら全部入れてやろうな黒っ焦げになるまで置いといて、後半70でもここ入れちゃうとほら点取られたら、何が決めてるの、取られるから。その境は監督は自分次第なんだはい、ということでですね、ご飯は食べ終わったので、次はちょっと原宿か表参道かなんかで靴を探していこうかなと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あれは全部履きたい。はい、ということでですね、高級ホテルに着きました。ありがとうございます。ということで今回アマン東京みたいなホテルに来
したんですけど、本当にヤバい部屋にしたんですよ。マジでヤバいんですけど、一つ一つね紹介しておこうと思います。はい、まず玄関はねこんな広いで、こっちとこっちに部屋が分かれてるんですけど、じゃあまずこっちから紹介していきますね。お部屋の全体はこんな感じです。ヤバくない？ここだけでももう十分なぐらい広いんですけど、あ、見て、キッチンもある、食洗機もあるよ。すごい、料理するのここで誰か。お皿もないのに。あ、ここには電子レンジとかもある。電子レンジがあって、あ、はいはいはい。クローゼットね。めっちゃおしゃれじゃない？こっちは何があるんでしょうか。あ、こっちにはもうワイングラスとかワインとかある。すごい。ワイングラスもやばくない？なんか超薄いんだけど。ほらめっちゃいい音する。知らないけど。これはなんだ？なんかおやつみ、あ、砂糖か。おやつかと思った。なるほどね。これはコーヒーかな。あ、コーヒーだ。コーヒーは飲めないので意味ないと。全部木な感じがもうマジで好き。あ、飲み物だ。たくさんありますね。こっちは何？冷凍庫？なんだ？すっごい。ワイン入ってんだけど。ワインとかシャンパンとかなのかな？あ、やば。怖いからやめとこ。ワインの入れるやつがありますね。すごくない？もう。こんな感じで、なんかダイニングテーブルみたいなのがあって。なんか将来こういう家にしたいな。結婚したりしたら。で、こっちは、こっち、こっちは、なんか、書くところ。なんだろう。よくわかんない。あ、ハサミとかあるよ。定規とか。誰がここでさ、仕事するのって感じじゃない？すっごい。で、ここはトイレですね。こっちですごいわ、ちょっと。で、こっちが、ソファー。すごくない？なんか、え、これ火つけられんの？なんか、ありますね。で、景色がこんな、綺麗。やばいな。このソファー、座ってみよう。よいしょ。うわー、すっごい。やばくない？後ろの景色。すっごいな、マジで。これだけじゃないんですよ。まだ、向こう側にも部屋があるんですよ。これと、同じぐらいの広さの。こちらです。じゃーん。すっごい。ここは何スペースなんだろう。もう分かんないんだけど、何のための場所なのか。あ、浴衣みたいなのが入ってる。やっぱ和っぽい感じだから。ベッドがここにあって、こっちもまた景色のいいお酒飲めるところみたいなのがありますね。すっごい、景色やばいんだけど。ちょっと反射しちゃってあれだけど。で、ここにも冷蔵庫があります。だってさ、これさ、お酒だと思ったらさ、ミネラルウォーターなの。やばくない？で、これは氷？すごい、入れ物かっこよ。で、次、こちらにもね、隠されてるんですよ。そこを紹介していきます。こちら。じゃーん。洗面台でございます。ここに、全身鏡があって、超でかいんだけど、鏡、もう。家の10倍ぐらいある。マジで。ここに巨大になる鏡があって、これよくホテルにありがち。なんかいちいちおしゃれじゃない？ここにはなんか、あ、これさっき櫛使っちゃいました、すいません。トイレットペーパーで、ここが見せ所です。いきます。じゃーん、やばくない？このお風呂を見て、私はこのホテルを予約したんですけど、これね、見ながら、景色を見ながらね、お風呂に入れるんですよ。これやばくない？なにこれ？木が入ってる。あ、いい匂い。あの木の匂いする。入れるんだ、多分お風呂に。なんか説明書がある。英語で書いててわかんないな。和を基調としてるっていうの。すごっ。これなんだ？あ、なんていうんだっけ、こういうの。塩が入ってる。あ、いい匂い。お風呂に入れるんですね、これも。え、おしゃれすぎんだけど、いちいち。この景色でお風呂入るのやばくない？しかもここ36階なのよ。で、シャワーがこんな感じでついてると。かっこよ。シャンプーとかも全部。すっごいな、これ。順平見たら驚くんじゃない？以上ですね。すごい！マジですごい！過去一すごいんだけど、このホテル。見たことない、こんなすごいの。はい、こんな感じでね。こんな感じのホテルで今日はゆっくり過ごしたいと思います。は
はい、ということでちょっとランチ行くつもりでなんかご飯行くとか言ってたんですけど、もうご飯食べ終わったらこんな暗かったです。ということでちょっとね、こっからブースのモードでちょっと靴探していこうと思います。店がね、本当にね、マジで知らないのよ。俺マジで店知らないから、そこがやっぱブーストモードの鍵だよね。パッと店に入れるか。じゃあやっていきましょうか。はい、ということでちょっとね、靴へ行く途中にね、服見ちゃって、川にこれいいんじゃないって言われたから買った。でもとても似合ってて嬉しく思いました。僕はありがとうございます。僕もこれから愛用させていただきます。虹色のセットアップなので、まあ今後動画で出てたらそれを買ったんだなと。お楽しみくださいと。でまあ次靴屋探しますと。はい、行ってきます。中町兄弟。まあですね、結構原宿歩いてるんですけど本当に靴屋が分かんない。どこにあんの靴屋って。いつもあるんだけどね、昼間は。やっぱ夜はそっかないのか。まあ夜に靴見ないもんね。ランチタイムだもんね、やっぱ。そうだよね、悔しいわ。え、靴買えず今日。もう裸足で過ごしていただく形になっちゃうかもしれない。マジか。じゃあもう最後ちょっとさ、はい、靴見れなかったけど体をちょっと最後癒したいと。あ、いうことで、まあ、オリスパか、はい、どうしようかな、それか。なんか全然アイデアがありましたら。どうするよ、もうメンズエステとか行っとく。まあ一番そこで落ち着くちゃうんですもんね。まあ落ち着きがありますもんね。落ち着きはあるね、やっぱり。そうですよね、うん、落ち着きに行くって言い方ですもんね、ちょっともう。まあそうだね、言い方的には。じゃあメンズエステってことで、まあ仕方ないでしょう。手を打ちますか。仕方ないですもんね。そうですよね、こうなっちゃったら。え、靴ないんですもんね。そうです、靴か、まあ、200そうだよね、靴か、うか、メンスかだったんだよな、マジで。むしろメンスの方が安上がりみたいなところある、ね、あるかもしれないし。じゃあ、終わりました、靴諦めます。あ、残念。あ、待って、靴は発見した。奇跡的にちょっと。え、でも、え、これ、俺らの探してる靴じゃんで。まあ、でもまあ、ちょっと、まあ、それ入ってみますか、はい、じゃあチェックしてみて、はい、ところで。そうですね、はい、中町兄弟。はい、ということで、まあ、靴屋に入ったんですけど、そこも違いましたね。ありませんでしたね。ということで、僕のオフは、まあ、ちょっとオフじゃなくなりました。ちょっと今のところオンですよね。今のところオンですね。今のところもう動画とオンですもんね。オンですもんね。これちょっとまずいんじゃないですかね。まずいんで、もうそもそも撮影 NG のところに行きたいと思います。そうですね。メンズエステ、そこで今日の休日を締めていこうと思います。まあ、ね、まあ、最後良ければ。そうですね、もう仕方ないです。もう靴のことは忘れて、もう本当にあれですよ、僕たちも行きたくなかったですけど、もうこれもう仕方ない。動画が休日っていう動画だから、うん、休日らなきゃいけないから。そうですね、本当俺の、俺も行きたくないよ、行きたくないけど、まあ、とりあえずメンズエステにこれから行こうと思います。はい、ご一緒させていただきます。はい、行ってきます。はい、ということで食べ物が来ました。うわ、超頼みまくった。まずこれがひつまぶしですね。で、これがシュリンプのサラダで、天ぷらの盛り合わせ、シュリンプトースト。これ何？これな、何？え、頼んでないんだけど。これ何マジで？わかんないです。で、これはトリュフのポップコーンで、これがフルーツの盛り合わせ。で、これがハンバーガーです。はい、これを今から食べようと思います。はい、それではハンバーガーいただきます。ちょっと待って、ぐちゃぐちゃになっちゃった。うまっ！なんか LA を思い出す、肉の分厚さ。しかもミディアムレアにしてもらいました。ちなみにこれ、あの、頼んだんですけど、全部ね、値段が書いてないの。だからめっちゃ罠、普通にいくらか分かんない。このハンバーガーとかいくらすんだろう。4000円ぐらいすんのかな。そんくらいしそうだな。そして飲み物は最近覚えたキティを飲んでます。キャバで働いてる友達が教えてくれて、ワインとジンジャーエールを混ぜるみたいなやつなんですけど、めっちゃ美味しいのこれ。ワイン私一切飲めないんだけど、これだとね、飲めんの。うん、美味しい。次、ひつまぶしいただきます。うまっ。うーん、幸せ。米のベチョベチョ感がいい。私、ベチョベチョの米が好きだから。はい、こんな感じでね、全部食べていこうと思います。純平は何してるんですか。はい、ということで、もうだいぶ夜になりましたね。そうですね、もう真っ暗ですね。どうでしたか。リラクゼーションの代名詞って感じでした。僕はもうそうですよね、はい、メンスイコールリラクゼーションみたいなのがありますから。はい、そうですね。まあ僕は、まあ、まあ、もちろん良かったんですよ。良かったんですけど、はい、ちょっとね、
ご不満で。ちょっとご不満はある。ご不満ありますか。不満はたまる結果となってしまったね。いや、メンズエステの悪いところって、いい時めっちゃいいんだけど、悪い時のこのやるせなさ、いや半端ないじゃん。やり場のない気持ち。やり場のない気持ちになりますよね。だからちょっとまあ、くっそーって気持ちはあるんですけど、まあ、着替えちゃったんですよね。メンズで。あまりなにも悔しかったんで、もう服着ちゃって、服の方が楽しみでね。楽しみか。いう感じでやらせてもらったんですけど。まあ、これから家帰って、もう解散って感じですね。いいね、今日一日。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。え、結局今日は超ほんと休日だよね、ただの。そうだね。だって何もして、何もしてないからね。飯食って買い物して、面接行って、俺はこれからちょっと一軒飲みに行っちゃおうかななんて考えてるので、これからも。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でーす。はい、ということでですね、もう夜ご飯とかも食べて、夜はね、お酒とかちょっと飲みながらゆっくりしてました。全然カメラ回すの忘れちゃった。マジで尺なさそう。まあいっか、順平に頼もう。はい、こんな感じでね、高級ホテルで過ごしてみました。バイバーイ。Yeah. I'm not gonna lie, daughter has a bone on Yagi, her brain fried. My lady popping Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area.